皆さんおはようございます。美しい国、日本のために第2部であります。第1部でいろいろこのアメリカの虚像と実像、これについてですね、いろいろ掘り下げて分析をしていると。それをですね、一冊の本にまとめまして、小冊子、50ページぐらいなんですけどね、小冊子、小さいブックレットにまとめて、増田敏夫のこの小冊子、143号と。ということでですね、10月の1週から出版配布を始めるというお話をしました。そして第2部ではですね、そのアメリカの虚像と実情についてですね、重要な問題、これ小冊子ではありとあらゆることについて分析して書いてるわけなんですが、この放送でですね、それ全部お話しすることはできないもんですから、まあ中でも分かりやすいというか、大きな問題についてのみお話をしていこうと思っております。で、アメリカのその虚像と実像ということなんですが、もう皆さんご存知の通り、世界の GDP、国内総生産ですね。まあアメリカが世界一ということ、そして第2が中国。そして日本が第3位だったんですが、最近ドイツに抜かれまして、ドイツが第3、日本が第4位というように、まあ、なってるわけなんですね。まあアメリカの GDP は確か21トリリオンプラスだったと思いますけども、まあ3000兆円日本のお金にしましてね、今のレートでいきますと、まあ今のレート、1ドル142円3円ですから、まあそれで計算すると3000兆円プラスぐらいですかね。これがアメリカの GDP なんですよ。で、中国がそれにつきまして、アメリカが21と、中国が18と、まあこんなところだったと思いますね。それでまあ中国が第2位ということ。で、日本はご存知の通り600兆円。円換算で600兆円、プラスということで現在4位になっているわけなんですね。で、この今言った GDP、これすべて、名目 GDP って言うんですよ。名目 GDP って言うんです。ね、名目とは何かということなんですが、まあ逆に言うとですね、本当の数字ではないと。わかりやすく言うと本当ではなくて見てくれなんだと。いう、だから名目とはまあ見てくれだというふうに思うと分かりやすいと思うんですが、まさに見てくれなんですよ。じゃあ本当のその GDP っていうのは何なんだというとですね、まあその名目 GDP っていうのはですね、名目通貨をベースに計算したから名目 GDP っていうんですよ。で、名目為替レート、まあ例えばドル円ならですね、名目のドル円相場というのがありましてね、毎日ドルと円とのそのレートがですね、市場で決まってるわけですね。例えば今週はですね、1ドル142円から143円から144円ということで、まあ上がったり下がったり、まあこの辺のレンジですね。これがこの名目の円相場あるいはドル相場なんですよ。ね、こう言えばわかる通りですね、円とドルを比較して、その比較の結果出た数字、これが名目なんですよ。比較なんです。で、比較して出てきた価値ではなくて、本当の価値っていうのがあるのではないかと。あるわけですが、当たり前の話ですよね。あるわけなんです。じゃあ、それって何なんだと言いますと、それはドルの購買力、円の購買力、それに基づいた比較。これが本当の比較なんですよ、ね、うん。で、ドルの購買力、円の購買力、通貨の購買力とは何かと。こういうことになるんですが、まあ一番わかりやすいのはですね、金、ゴールド、金というのがありますね。で、金というのはこれ金利もつかないし、ただピカピカ光って、そして希少価値があってですね、年間の生産高も決まってますし、それ以上、いくらその大量生産なんていうことはできないわけですね。うん、だから年間の生産量というのがもう限定的に決まっているということで、この、で、かつその金にはですね、金利がつかないわけなんですよ。ね、だから、もう、ある意味では絶対的価値のある、安定して一定の価値を常に、まあ人間の歴史始まったのは8000年ぐらい前なんですが、それから今日までですね、貴重なものだということで、尊ばれてきた。これが金なんですよ、ね。そういう歴史的な意味でも非常に価値がある。ね、不動の価値があるものなんです。じゃあ、通貨の価値とはですね、じゃあ、ドルで、1オンスの金をドルでいくらだったら買えるんだと。こういう話なんですよ。うん。
で、今現在ドルで1オンス買おうとすると2690ドルかかるんですよ。1オンス2690ドルなんですよ。ね、これだけ払わないと1オンスの金が買えない。これが今日のドルの購買力なんです。ね、じゃあ1年前の2023年の9月、ね、9月の末、金はいくらだったかというとですね、1800いくらなんですよ。1870ドルかなんですよ。うん、で、そうすると今2690ドルですから、約 44-45% この金価格が上がってるわけなんですよ。これは金のバリューが上がったんではなくて、ドルのバリューが下がったんですよ。ここをちゃんとよく理解しないとですね、ああ、金が上がった、金が上がったっていうのは、ある意味ではですね、間違いなんです。まあ、そのことを政治的、経済的に使うとするなら、それはマニピュレーション。ね。市場操作、あるいは価格操作につながることなんですよ。だから、もうここははっきりとですね、頭の中に入れとかなきゃいけないことは、金が上がったんではなくて、金は不動ですから、金の価値は永遠に変わらないんですから。ね、変わったのはドルの方なんですよ。ね、ドルの方のバリューが40数%、1年間で40数%下がったっていうことなんですよ。逆に購買力がそれだけ下がったっていうんです。にもかかわらず、円とドルと比較するとですね、ドルが強いということで、144円とか142円とか、いうふうにこうなってるんです。それは日本の方もですね、もう潜在的財政破綻状態で、1300兆円も国の借金があって、そして毎年毎年財政赤字だと、会社で言うとですね、膨大な借金を抱えて、その借金を返済するための会社の利益というものは一切ない、損害ばかりだと、ね、損ばかり出て、借金を返すための利益は一銭も出てこないという、こういう状況ですから、日本もそういう意味では潜在的破綻国、アメリカも同じですよ、潜在的破綻国家ですよね。33トリリオンからのですね、まあ、日本のお金直して5000兆円ぐらいの借金を抱えて、そして毎年毎年100兆円ぐらいの赤字を続けているという国ですよ。だから潰れそうな国同士を比較するとアメリカの方がちょっといいですよっていう話なんですよ。そうでしょ。だって日本の GDP が600兆円プラスで、ね、で借金が1300兆円あるんですから、アメリカの方は3000兆円ぐらいの GDP で、ね、3000兆円ですよ。に借金の方は5000兆円って言うんですから、まあアメリカの方がいいんじゃないですか。同じ潰れるにしてもですね、アメリカの方が少しマシだっていう話ですよ。そのマシな分だけドル高になってるっていう、こういう話ですよ、うん。それとドルの進化と円の進化と何の関係があるんですか。こういうことをですね、しっかりと基本ですから、頭の中に入れておく必要があるんですね。ですからドルの進化、購買力をもとにですね、アメリカと中国と日本の GDP をグラフに表すとね、こうなるんですね。表しますと、中国の GDP の方が2017年にアメリカを追い越して、ね。アメリカを追い越して、さらにどん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 中国の方の GDP は伸びてる。で、アメリカの方の GDP は伸びてないと。で、日本の方の GDP は全く変わらずと。ね。これがもうはっきりしてるんですよ。これはドル円相場ではなくて、ドルの購買力、円の購買力、人民元の購買力、これをもとにきちっと GDP、国内総生産の計算をすると、今言ったようなことになるわけなんですよ。で、ドルは基軸通貨だということで、世界の通貨だと言われてるわけなんですが、それは言われてるだけの話であって、本当に世界の通貨であったのはですね、まあ、今から2、30年前の話なんですよ。その頃はですね、アメリカのドルが世界の外貨準備の8割を占めていたわけですよ。ほとんどですよ。で、なぜかというと、外貨準備にドルを持つっていうことは、貿易取引でドルを使うから、それだけの、その、ドルを持ってないと、取引できない。だから、ちゃんと、リザーブ、それだけ準備してるんですよ。だから、外貨準備って言うんですよ。その外貨準備が、だから、80% ぐらいあったのがですね、現在はどうなったかって言いますと、58%。これは2年前に 58% なんですよ。で、今日になったらもう 50% ぐらいになって、もっともっと先に行くとですね、もっと少なくなると。つまり、ドルは基軸通貨、ね、という今や名前だけで、実際にはもう基軸通貨の役割をしてないという、ね。だから、ドルはもう、その世界一基軸通貨だと、世界の通貨なんだというのは虚像ですよ。ね、本当はもうドルは、もう世界の通貨ではなくなって、これから先どん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 普通のどこでもある円やなんかと同じようなところまでどんどん下がっていくんだという現実があるわけですよ。
このこともよく理解しておかなきゃいけませんね。で、金がですね、どん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 その上がっているという金の価格をグラフに表すと、こう45度ぐらいの角度で上がっているように見えるんですが、まあ2000年ぐらいからですね、もうそれこそ45度の角度でですね、金はずーっと上がり続けてるわけなんですよ。ね。これを、は何を意味するかっていうと、もう2000年頃からドルのバリューがどん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 下がって、どこまで下がるかわからないということを表しているわけなんですよ。ところが現実のこの政治、現実のこの経済、世界の経済、今起こっていることをこう見てもみんなそういう感じがどこにも見えないじゃないですか。知らないって言えばそれまでなんですが、それが現れてないんですよ。ね、名目で動いてて、ね、本当のその姿っていうものはずっと下の方に隠れて見えてないんですよ。ね、しかしマグマじゃありませんけども、この経済にしても政治にしても、そういう真実というものはどっかから湧いて起こってくるもんなんですよ。ということをですね、皆さんちょっと今日頭の中に入れておいていただきたいと思います。